じゃあどうも、はじめまして。トニーと言います。よろしくお願いします。トニーさん、はい、竹本と言います。どうもよろしくお願いします。今日それでは、まずじゃあ自己紹介させていただきます、はい、竹本正弘と言います。出身は北海道の小樽市で、職業、まあ、本職は職業ダイバー、まあ、プロダイバーです。もう35年になります。で、現在は、自分の、始めたダイビング会社と、それと、NPO 法人と市民グループをいくつか立ち上げたものですから、現在はその後者の方、 NPO 法人の活動、市民運動の活動の方をメインで、なんかバカバカしいことばっかりやってるという、そういう状況です。今日はトニーさんの話を聞くの楽しみに来ました。こちらこそありがとうございます。僕も楽しみにしてます。カメラマン の谷内と言います。本職というか、写真を撮る仕事をずっとやってるんですけど、広告とか雑誌の仕事やファッション写真撮ってるんですが、趣味で今農業もやってまして、広島でみかんとレモンとハッサクを育てて、てそれも自然農って言って、オーガニック 無農薬無肥料無除草剤で作り始めて、今年で4年目になるんですけど、やっと少しずつ綺麗な柑橘ができるようになってきてて、なんとなくちょっとだけお金が少し入る。今までずっと赤字だったんですけどね、はい、まあ今年も赤字かな。まあ僕が毎月広島にの生口島っていう瀬戸田って呼ばれる島に往復してるんで。ああそうですか。そういうこともあってなかなか黒字にはならないですけど、まあそういう農業と写真と二足のわらじみたいな状態で今は仕事してて、で写真の方も3分の1ぐらい その自分の労力はドキュメンタリーというか、社会的な方向にちょっとずつシフトしてて、まあ他の仕事はお金のためにっていう部分も多少あってやってる状態です。まあ、そこしか収入がないんで今とも。写真の仕事が、ああそうなるほどね、はいはい、な状態です、はい、レモンもレモンも作ってます。レモン今青いレモンが収穫時期で、青いレモンのそういえば、まあいいや、もう、はい、あいいです、レモンですか。いやもうなんかちょっとイベントやる予定があったんで、PR してようと思ったやつ、いいんですよ。あ大変、もう唾液が出てきた。食べたい、まあ、すごいね、美味しい。あそうですか。発作とかすごい美味しいですよ。みかん発作、あとオレンジと、オレンジはちょっとしか取れてないですけど、あと山椒の実を、その話もそのちょっとこれからする核の話につながるんですけど、はい、まあ、あとですね、核の話ね、はいはい、そんな感じです。自己紹介という、大変、これはもういろいろ興味が分散しちゃって大変だ。瀬戸田って僕ヨットで、寄港はちょっとできなかった、水深がちょっと浅かったんじゃなかったかな。浅いですね、はい、流れが速いのと、でも僕ヨット買おうと思ってるんですよ、ね、はい、だからその時はちょっといろいろアドバイスをお願いしたいって。ああそうですか、わかりました。無人島いっぱいあって、うん、隣にひょっこりひょうたん島のモデルになった無人島があって、まあ、そういうとこ自由に行って遊んだり、はい、なんか しようかなと思って、ヨットかボートを買おうと思ってるんですよね。あそうなんだ。まあ、お金もそんなないですけど、安いやつを。ああ向こうにいるとなんかたまにボート余ってるから乗っていいよっていう人たまにいて、はい、多分小さいボートだったら、多分タダでもらえるような世界なんですよね。そうですね、今はもう本当そう。で定額料もなんかね、タダのところがあって、はい、なんかそういうとこ使っちゃえばっていうのがあって、あ向こうでなんか今月のうち10日から1週間ぐらいしかいないんですけど、まあ仕事がちゃんとお金が回るようになったら、うん、もうちょっと長い時間
10日から15日、2週間ぐらい向こうで生活したいなと思って。ずっと向こうにいるのも嫌なんですよね。でずっと東京にいるのも嫌で、うん、こうなんか転々としてたいんタイプなんですよ。なるほどね。もう一箇所ぐらいどっか北海道とか沖縄とかに家があればと思ってるんですけどね、うん、バンコクとかね。だから羨ましいです。いろんな会社、いろんな場所にあって、あのしょっちゅういろんなとこ飛び回ってる、うん、まあどうでしょうね。まあ旅行そのものは僕はあの仕事以外の旅行ってほぼ一回もしたことなくて、年中仕事絡みの旅行はあのしょっちゅうなんですけど、まあちょっと話がいろいろ分散してもあれだけど、ヨットの話ちょっと出ちゃったんで先にちょっと言っとくと、まあ、職業はさっき職業ダイバーなんて言ったんですけど、あのまあ子どもの頃から、まあ、あのヨットに関係してたもんだから、あのヨットで自分でいろいろ出かけたりするんですけど、ちょうどあの、2年前に、横須賀から、瀬戸内海の一番端の岩井島まで、はいはい、あの行って、でそれで上関の原発予定地のところから回って、はいはいはい、全部で、約27日かなかかりましたけど、行ったことがあります。で来月11月に一応また岩井島にヨットで行く予定 で、はい、瀬戸内海では、3つぐらい島をあので寄港してまた帰ってくるんですけど、まあ、ちょっと天候が今あの不安定だから今年どうなるか分かりませんが、一応予定してます。あ、本当ですか、はい、なんか因島とか、はい、瀬戸田とかにもし寄ることがあれば、そうですね、タイミングが合えば、そうですね、友達もたくさんいるんで、はい、はい、まあぜひあの僕の船に乗ってください。乗りたいですね、ぜひ、はい、じゃあ話のプロローグがヨットになっちゃいましたけど、あのトニーさんに僕ぜひ来たかったのはやっぱり、まあ、写真家としてっていうか、なんかなんて言ったらいいんだろう、ウイグル自治区に行った人ってあんまり会ったことなかったから話ちょっと聞きたかったんですけど、ね、なぜ行ったのかっていうのと一体何してきたのかっていう話聞かせていただければ。 その話もちょっと長く なっちゃうんですけど、はい、最初あのモデルの女の子で、はい、あのあ長まあいいか、ウズベキスタンのモデルの子の写真撮ったんですけど、ウズベキスタンってあの、はいはいはい、わかります、ちょっと中央アジアの、はい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 、でそこにあの最初ウズベキスタン美人ばっかりだと思っちゃったんですね、僕はそのモデルの子を撮って、はい、あまりに美人だったん で、はい、でウズベキスタンに行ってみようと、それでまあチケットが中国のチケットがあったんで、中国から陸路でウズベキスタンに行こうと思って、もうそれが10年ぐらい前なんですけど、はい、でウズベキスタンのビザまで取ったんですけど、はい、中国でまあ冬だったんで道がなくて、うん、あの足止めになって、で それが西の端まで行ったところがカシュガルっていう町だったんですね、はい、でそのカシュガルっていう町がもうウズベキスタン行く前にそこ面白くなっちゃってですね、あらそう素晴らしい町だったんですよ、旧市街が、で中国って言われててもほぼほぼ中国文化と全然違う文化だし、あの何も知らずに行っちゃったんで結構衝撃を受けて、うん、ウズベキスタン行かなくていいやっていう話になるんですね。その町にウズベキスタンには行かなかったわけで、ね、無駄に行ってないんですけどね。あのどうでもよくなっちゃって、あじゃあ美人にも会えなかった、美人には会えない、もうあのそうですね、ウイグルでも十分美人ですし、ね、あ、はい、トルコ系なんですよ、はいはい、で彼ら自分たちのことを東トルキスタンって言って、うん、あの東のトルコ人って自分たちのことを呼んでてですね、はい、あの実はトルコからあのウイグルまであのトゥルク系って言って、まあ、トルコ系の民族なんですね、あのウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、うん、まあ、あの辺 あの民族って多かれ少なかれトルコ系の人たちで 30% ぐらい言葉つながる、あの通じるんですよ、はいはい、あのウズベキスタンもですね、はいはい、でそんな人たちで結構民族的にはあのそこまでがトルコなんですよ、うん、で面白いのは彼らがその、うん、一番東側のトルコ人って言ってて、
でその先はもう彼らにとっては魑魅魍魎の人たちで、はい、にあのこっちの東側の中国系の、まあ、モンゴロイド系の人たちにとってはそこから先は魑魅魍魎なんですね、うん、でお互いのそのボーダーなんですよ、うんうんうん、でトルコ系の人たちはあの宗教がイスラム教なんで、はい、その他の宗教の人たちとは結婚しないんですね、うん、いくらその中国の人たちが結婚したいって言っても、うんうんうん、で中国の人たち豚大好きで、うん、もう豚なしじゃ生きられないし、うん、ような人たちだから、うん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 、大変ですね。そんな人たちとは絶対一緒にならないんですよ、うん、でそういう理由もあってなかなかその根血が進んでないんですね。根血ある程度進んでるんですけど、うん、で今なおかつそのなかなかその根血が進まないんで中国政府はあのほぼほぼ困ってあの民族に対して弾圧してるっていう理由もそこにあるんですね、うん、その上にモンゴルっていうところあるんですけど、はい、モンゴルやチベットはその血がどんどん、ま、混ざるし同化でしていくんですけど、ウイグルは混ざらないんですね、うん、宗教も人種も違うんで、うん、っていうのでなかなか中国政府としてはこうあの難しい問題になってて、うん、それがまた民族問題をあの激化させてるっていうのがあるんですよ、ね、はい、ちょっと話はそれちゃいましたけど、いやいやいや、なるほどね。カシガルっていうのはどのぐらいの都市なんですか？あ、それと 中東系の雰囲気、ま、町が。そうですね、イスラム圏なんで中東に近いですよね、うんうん、中東も行ったことないんですけど、うんうん、近いと思いますね、うんうん、なるほど。あ、その写真ちょっとお見せしますか。はい、はい、そうですね、カシガルと面白いですね。なんかみんなカシガってるわけじゃないですけどねあのシルクロードですね、シルクロードの、シルクロードの中の一つのコースの、宿場町みたいな。そうですね、あのそうです、そうです、画面の大きさ、カシガル、ちょっと音が入ってるか、音消した方がいいです、これ、いや、音出して、小さく出します。これ知り合いのミュージシャンにつけてもらったなんですけど、ほうほう、僕そのここに最初に初めて行ったのが冬で、冬の風景が好きで冬にしか行ってないんですよ。はい、5回ぐらい行ってるんですけど、うん、中国に行ったつもりがこんな町だったんでかなりびっくりしてですね、あ、あの、はい、こっちの方が面白いやっていうことになって写真を撮り始めたんです、うん、でその時、まあ、ライカってカメラメーカーの人と写真展することがもう決まってたんで、はい、なんかまあそのための写真を撮りに行くっていう名目もあったんですけど、あのこっちの方が面白いやと思って、全然中国じゃないですね。中国じゃないですね。顔も風景も建物も、ね、看板も、看板は今出てこなかったの。看板もあの僕古いその旧市街とかしか行ってないんで、はい、あれですけど、そのウルムチっていう首都の町にはその漢民族の町もあるし、はい、ウル族がいっぱい住む町もあるし、はいはい、漢民族のいっぱい住むとこではあのもちろん中国語なんですけど、うん、彼らしか住まない旧市街みたいなとこはほぼほぼあのウイグル語です。なるほどね。なんか核の話と辻のつながらなくな、まあ後でつなげればいいか、はい、まあでもウイグルの入り口って考えていいのかしら。ここは位置的にっていうか、あ、トルコのですか。あ、はあ、トルコ、そうですね、トルコの、東の端みたいな、うん、トルコ系の東の端、うんうんうん、
これ今映ってたの多分僕しか撮ってないと思うんですけど、あの中国で1964年に初めて核実験をやった核実験場の写真。あ、さっきの、はい、ああそうです。これはダメだな。はい、なるほどね。へえ、うわすごいな。これなんか塔の上かどうか。そうですね、モスクの上。モスクのね、はい、うん、これあのまあ、こういう雪が降ってその地元の北海道の景色に近いのも僕すごい好きで、うんうん、あの冬のなんかこうどんぐもりのなんかあの北海道の風景がすごい、はい、好きで結構似た感じのところが多かったんですよ、ね。なるほどね。そういうのもあって冬の砂漠のあの感じが好きなんですよ、ね。うん、それで冬ばっかり行ってるんですけど。この子は中国人みたいな感じ。そうですね。さっき漢字もありましたね、廃品回収。あの新疆ウイグル自治区っていう名前なんですけど、上3分の1ぐらいはモンゴル人が住んでて、はい、アルタイって言われるとこなんですけど、はい、まあ、他にもいろんな人種住んでて、はい、大体半分ぐらいがウイグル人だって言われてて640万人って言われてますけど、多分もっと1000万人ぐらいいると思うんですけど、うん、その他にもカザフ族っていう、はい、まあ、中国って51種類の少数民族がいるんですけど、はい、カザフ族、あとカイ族、はい、まあ、オロチョン族だの、はい、オロシア族だの、はい、まあ、ほんとちょっとずつぐらいいるんですけど、はいはい、あのカザフスタン人も多いんですよ、カザフ族の人、はいはいはい、あとモンゴル人のモンゴル人の人たちも結構多いし、モンゴルもね、はい、あのカイ族って言ってあの漢民族だけどあのカイ教イスラム教の人たちも結構いるんですよ、はいはいはい、でこうぐちゃぐちゃになってるんですけど、はい、ウイグル族の人たちが住む場所はウイグル族の町って、まあ、大体あの今分離させられていろんなとこ荒れされてるんですけど、うん、大体同じようなウイグル人街っていうのがそういうとこ住んでます、うん。北の方に行くとあのカザフスタンの国境の辺にはあの面白い人たち住んでますよ。あのトワ族って言って、トワ族、はい、まあボーダーなんで半分以上は、はい、あのカザフスタンに住んでるんですけど、はい、中国側に住んでいるトワ族もいて、すごい不思議な暮らししてるらしいですけどね。トナカイを食べて、お馬に乗って生活してるみたいな。遊牧民ではない？遊牧民もいますね。遊牧民ですね。あの彼らもあのカザフ族の人たちに多いのかな。彼らも遊牧民結構たくさんいますね。北の方に行くとラクダや羊連れて歩いてるとこ見ますけどね、うん、なるほど。まだこれ全部がカシガルの町の写真なんですよ ね、 今ね。いやこれは全部ですね、あのウイグル 全土。ああそうか、まあ、全土ですね、はいはい、わかりました。まあこんなちょっと私の中の話しますか。はい、へえ。ほとんどウイグル族しか写ってない、撮ってないんですけど、たまにカザフスタンの人も出てきますね。うんうん、実際のあの、なんだろう、肉眼でこう 今の街なんかこう見たときは、こんなふうに淡い感じなんですか？そうです。もう目で見える感じで撮ってあるんだ。ほぼほぼ。ああ、別に逆光とかじゃなくて。まあ逆光が多いんですけど、はい、ほぼほぼいじってないですね、見た目通りの写真、ええ、ほとんどいじってないですね。なるほどね。これはお墓なんですけど、うん、お墓もなんか朝行ってこんな感じ。あ、これが墓地なんですけど、はい、これお墓、これもお墓なんですけど、はい、あのまあ、これは屠殺場なんですけど、まあ不思議なところが多いですよ。
これやっぱりあの子供も今の人もそうですけど、トニーさんは撮るときはなんか どういう声かけをして撮るんですか。その時々なんですけど、ほとんどはあんまり写真カメラ向けると嫌がるんですね。はい。でも田舎に行ってちょっと仲良くなると撮らせてくれるんですけど、はいはい、あのやっぱ警察が厳しくて外国人と接触したっていうことがすごい問題になるんですよ。で、暴動が起きた時、2009年だったと思うんですけど、はい、その時にその警察の弾圧がすごくて、外国人にその自分たちの話を密告したりとか、そういうことを公安を恐れてですね、外国人と接触するのをすごいあの厳しく見てたんです、はいはい、でそのせいで外国人と接触したくないし写真も撮られたくないんです、うんうん、でその外国人と接触があったっていう人を警察に連れて行かれて公安とかで拷問を受けたりとかいろんな話があったんで、なるほどね、あんまり仲良くなりたくないんですよ、うんなので、あの取れる人は取れるんですけど、嫌がる人はとても嫌がって取れないっていう。例えば今の人なんかは、まあ、ちょっと一枚いいみたいな感じで、彼は車に乗り合わせてだいぶ友達になってから取りました。あ、なるほどね、あんまり急にはなかなか取れないですね、うん、いつもでもそうですか、トニーさんが写真撮るときっていうのは。そうですね、まあ、ウイグルはいろんなそういう ね、中国なんか事情あるにしても、まあ要するに隠し撮りはウイグルは結構隠し撮りが多いですね。ああこの子たちは子供だからあれですけどね、うん、写真撮るよみたいな、撮るよみたいな時ありますけど、ほとんど隠し撮りですね、うん、そうか。今砂漠ですか。砂漠です。タクラマカン砂漠っていう、はいはいはい、まあ、南北で300キロぐらいある砂漠があるんです。僕そこ2周半ぐらいしてるんですけど、あそこがすごい砂漠で、その砂漠の中で核実験をやってるんですね。なるほどね。ロプノールっていう場所あるんですけど、はい、古い古いっていうか歴史的なあの場所ですよね。あの昔あのスウェイン・ヘディンっていう、はいはい、スウェーデンの学者がさまよえる湖みたいなので、はい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 、よく教科書に載ってた話の、あのルプノールっていう場所あるんですけど、はい、ルプノールでしたっけ、ルプノール、ルプノール、まあいいや、ルプノール、はい、でそこの近くで核実験をやってて、まあ、大体50回ぐらい、中国、はい、64年から80年代中ぐらいで終わったと思うんですけど、大体60回、50回ですね、はい、50回か49回とか、なんか50回弱か、はい、そのくらい。地下ですよね。いや、地上もやってて。あ、そうですか。ええ、そのメガトン級の核実験を地上でやったという話だったんじゃないかな。あ、そうですか。地上ですと、そこに何度もやってて。で、その問題は、そのウイグルの人たちに核実験をやるって説明しないでやってるところがあるんですね。うんうん、なるほどね、で最初の何度かの核実験の時はもう実験台にしてるぐらいの勢いなんですよ、うんうん、だから被爆者もすごく多くて、うん、多分その中国政府は数はあの取ってると思うんですけど公表されないんですね、うん、多分何十万人100万人みたいな単位だと思いますけどね、うん、なるほどね。ここがその中国の核実験場で、この下にあるのはチベット自治区、チベットなんですけど、チベットがあの原発やら何やらの核廃棄物の貯蔵をする場所がチベットって言われてて、はい、でその上のウイグル自治区がタクラマカン砂漠が核実験場、うん、なるほどね。っていう、そうです、まあ、話がちょっと流れちゃって、なんで、うん、あの
そうですね、なんでそのウズベキスタンからなったかっていうとそういう行っていろんなことを知って、うん、まあ今これがあるみたいな。なるほどね、はい、うん、分かりました。いやでもどうでしょうね、日本人で行くことってありますか？結構でも観光地で観光として入るのにはそんなに難しくなくて、うん、じゃあまあパックツアーであるのかな、ありますね。ああ、ツアーであるのかな。まあ個人で行くっていうのはよっぽどじゃないとね、ないでしょうから、もう普通の団体旅行っていうか。そうありますよね、きっとね。どういうルートになるんだろう、じゃあ成田から出て。普通北京からウルムチっていう首都まで飛ぶんですけど。はい、北京まで行ってウルムチ、はい、はい、ウルムチまで1日何便も出てるんで、はい、一時ですね、その中国がその暴動が起こるまではすごくいいとこなんで、うん、あのインバウンドの観光をすごく積極的にやってた時期があって、その時はあの世界いろんな日本人の観光を誘致してましたけどね、うんうんうん、ですごい面白いとこだし、そのシルクロードの重要な都市だし、うん、仏教遺跡もものすごく多いし、うん、観光をするにはものすごく大事なとこなんですよ、うんうん、ただその民族問題の火種があるんで、中国政府としては あんまり外国人をにそれを見せたくないっていうのもあるし、うんうん、核の問題やら、うん、いろんな問題があるんで、うん、今はそのなんていうんですかね、大々的にはやってないですけど、本当は中国政府としてはインバウンド そのお金を稼ぐ大事な観光地ってあるんですよね。はいはいはい、はい、本当はそうしたいところなんですけど、うんうんうん、で今その習近平に代わってまたその縛りが厳しくなって、あの弾圧がまた今すごい、うん、激化してるって話ですけどね。うん、うん、なるほどね、うん、分かりました、うん、まあ写真を今ぐらい見るとなんかなんとなく分かるような気もするし見る人のいろいろ想像力なんだろうけど、色が大体同じ色じゃないですか。そうですね、はい、まあこういうトーンに揃えたんですけど、うん、で夏行くとどうなんですかね、もっと 青空とか青色が出てくるんですか。いや、夏はオアシスみたいに緑がすごい緑だし青空だし、うん、ハミユリって言ってスイカがすごい有名なんですよね、はい、こんな大きいスイカ、はいはい、あとウイグルメンって言って綿栽培がすごい盛んですね、うんうん、なるほどね、その真ん中にタクラマカン砂漠ってあるんですけど、うん、その砂漠以外のところはちゃんと雨降って農耕地になってるんで、うん、これは地図はマップはどうやってやるのかな。マップ出ますか。Google マップで、あ、そうですね、Google マップでちょっと見てみましょう。地図帳を持ってくればいいですね。これ俺の設定が違うからあれなのか。ざっくり大きい地図で、ここ全体がウィグなんですよ。おお。日本の約6倍って言ったかな、はいはい、8倍か6倍かその、うん、でこの真ん中のここが砂漠なんですね、
タクマン砂漠って言って、でここは首都のウルムチで、はい、この辺アルタイ地方っていうんですけど、この辺はもうカザフスタンの人とモンゴル人との、うん、なるほどね。でまあテンシャン山脈とかいろんな、うん、あのあれがあって、うん、あの高い山があって、うん、すごくボーダーがいっぱいあるんです。こうモンゴルのボーダー、うん、あとここロシアのボーダーがちょっとだけここにあるんですけど、あとカザフスタン、うん、キルギス、タジキスタン、アフガニスタンのボーダーちょっとだけあるんですね、ここに、うんうん、でパキスタン、うん、でこんだけの国のボーダーがあるとかなんですよ、うんうん、なるほどね、うん、でこっからここに抜ける道がすごく、まあ、面白い道だって言われてるんですけど、うんうんうん、で僕は最初ここのウルムチでここら辺にカシュガルってあるんですけど、ここカシュガルってあるんですけど、こっから陸路であのウズベキスタンのサマルカンド、タシケント、ここまで、こっからここまでちょっとバスで行こうとしたんですよね。ああ、大変だ、これは。まあでもルートがあるんですよ。はい。冬で閉鎖されてたんですけど。どっからどこなんですか？ここから、まあ、ずっと行って、うん、はい、キルギス抜けて、ここまで。うわぁ、まあ、この辺で。700、800キロありそうですね。そうですね、そのくらいかな、うんうん、でもここからここウルムチからこう行ってここまでだいたい24時間かそのくらいで行っちゃいますけどね、バスで。あ、そうですか。これだって1000キロあるでしょ、稚内から東京ぐらいまで1000キロぐらいありますね。はい、多分24時間でもずっとバス揺られてますけど、ね、なるほどね。うわ、初めて行ったでこバスで行ったんですよ、ここまで。ああ、すごい、それはおケツが痛くなりそう。寝台でしたけどね、その寝台の方が辛かったですけど、ね、ああ、床ずれできそう。へえ、なるほどね。で自治区っていうのは どういうふうに解釈したらいいんだろう。まあ一応その民族のそこに住んでた人たちの、うん、あの文化や、うん、そのいろんなことが認められてて許されてるっていうことなんで、でもそれは 名ばかりで、うん、そのこ学校行ったらあのウイグル語は教育しないし、うん、あの教育してるところもあるんですけど、うん、あのまあ要するに言葉狩りですよね、はいはい、っていうのもあるし、禁止ではない、禁止ではないんです。でも中国語、中国ですね、うん、まあ、チベットも同じあれなんですよね。はい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 、うん、でもう一つあの面白いっていうか、ここモンゴルってあるんですけど、うん、ここの下内蒙古自治区っていうんですけど、ここ南モンゴルって言われてて、こっち北モンゴルっていうところですね。でもともとこうモンゴルでみんな同じだったんですけど、うん、こっち半分はロシアにあの取られてたんですね、はい、でこっち半分は中国のものだったんですね、戦後、はい、ヤルタ会談で決まって、はいはいはい、戦後分割されてこっちは中国のものになってこっちはロシアのものになったんですけど、うんうん、ロシア崩壊したおかげでこっちは帰ってきたんですけど、こっち中国は返してないんですよ。なるほど、ね、実はここの内蒙古自治区とこのモンゴルと同じ国なんですけど、うん、ここだけはまだ中国のままなんですよ。で中国はここは返さないんですね、うんうんうん、分断されたままっていう。なるほどね、うん、中国ってそういうまあいいも悪いもそれを外国の人が何か言うと、まあ、内政干渉だっていう話になって中国は反反いろいろ起こるわけです、うんうん、そういう事情があると思うんです。なるほどね、ははは、わかりました。自治区ね、自治区ってちょっとね、どうなんですかね、もう信託統治みたいなもんですかね、アメリカが太平洋実質支配してるような。そうですね、ほとんどそ、まあ、信託統治どういうあれかわかんないですけど、ほとんどそうですね、うん、ほとんど中国ですよ。でここそのほとんど中国でも彼らの生活さえ文化やなんやかんやに文句を言わなければ彼らも文句ないんですけど、うん、ここで取れてる石油は全部こっちの中国の沿岸部に持っていかれてですね、うんうんうん、ここからずっとパイプラインでこっちの工業地帯まで運ぶんですよ。はいはいはい、
でここが石油の、すごい原産地で、うん、未だにすごく取れてるんですね。で中国で使う、うん、あの原油の 30% がここから出てるっていう話なんですよ、うんうんうん、天然ガスも含めて、うん、なるほどね。で中国はこのここをもちろん話したくないし、うん、でここの人たちにその利益は落ちてこない、うん、全部中央のものになってて、うん、ここ自治区で彼らの土地で彼らのものところから出てるにもかかわらずここに全く恩恵がないし、うん、そのここの社会ではあの経営者が漢民族で、あの従業員がウイグル族、なおかつウイグル族でも北京語が話せないとその公の仕事に就けない、うんうんうん、なるほどね、うん、独立運動みたいなのないんですか？さ、すごいあってですね、うん、2009年にすごく暴動が爆発したんですけど、はい、まあ、ちょいちょいいろんなあの独立運動、まあ、あの中国政府ではテロとも言いますけど、うん、あの激しいのがいくつかありましたね、うん、イリっていう場所なんですけど、そこの事件もあるし、うん、もう何人も死んでますね、うんうん、っていうのはあのデモをしただけで中国の場合罪になるんですね、うん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 、デモンストレーション、はいはい、で例えば10人集まって公園でわさわさ何かこう発信し始めると、はい、まあ、逮捕されるんです、はいはい、下手すると撃たれるんですよ、うん、でもちろんそのそういうふうになった時点で公安に連れてかれて尋問されて、うんうん、反政府思想だって言ってすごい重い罪になったりとかですね、うん、でそういう話でちょっと、まあ、政府に物申したいみたいな話で集まっただけでそうなるんで、うん、彼もかなりピリピリしてるし、もし何か言うんだったら本当死ぬ気でやるみたいな感じなんです、うん、なるほどね。そうするとまたこう過激な行動に出ちゃったりとかっていうのがあって、うんうん、なるほど。そういう、そういうのもまあ中国政府に言わすとテロっていう話になるんで、うん、テロみたいなことは結構起きるんですよね、うんうんうん、一応ち、まあ、あの地下なのかな、地下組織みたいな、地下組織みたいな感じですよね、うん、なるほどね、うん、で結局外国人との接触をやっぱり嫌って嫌って、まあ、そういうとこ禁止してるっていうのはね、まあ、もちろん他から来てね、いろいろリーダーシップ取ったりとかね、そうです、情報が入ってきたりとかね、扇動されるとかね、まあ、そういうことを恐れてるんでしょうね。そうなんですよ、うん、完全に治安維持法ですね。そうなんですよ、うん、なるほど、そうですか。だんだんなんか話が匂ってきましたね。これ大きい大きい国に行くと必ずこういうことがあるで、うん、ですね、うん、だって、まあ、貨幣は、うん、中国だからあの中国のお金でしょ。そうですね、もちろんね。で学校は中国語でしょ、うん、でもそれ以外、あ、テレビは？テレビは、うん、ありますか？あります、あります。ただその暴動が起きた時に、うん、中国ってすごい国で通信を全部切っちゃうんですね。うん、ああ。で、まあでも基本的に中国放送でしょ？そうです、中国からね。うん、なるほどね。だけどそれ以外は全部文化も違うし、宗教も違うし。基本的には言葉も違うし、顔も違うし、そうですね、食べ物も違う、そうですね、食べ物も違いますよね、中華料理です、食べ物全然違いますね、うん、中華料理食べないんですけど、ちょっとだけ中華料理と混ざったものもあるんですけど、うん、ほとんどこっち側の、こっち側に近いですよ、こっち側のものクスクスみたいのがあるんですか？クスクスはないですね、クスクスに似たものあったかな、うんうん、あんまり知らないで言ってんだけど、やっぱ小麦、こっちって言うとクスクスって小麦の文化みたいで、ラグ麺って言って小麦を練ってヌードル状にしたものにトマトベース の羊肉のソースがかかったものをしょっちゅう食べるんですよ。あ、はいはい、それはこうシルクロードで、彼らが言う話だからちょっと分かんないんですけど、うん、シルクロードでこう来た時に、うん、ここでそのヌードルを食べて、小麦の、うん、
ヌードルにこうわさっとかかってるものを食べてパスタのようにしたものを、うん、でそれをこう持ち帰って、うん、イタリア人がローマでイタリア料理にしたっていう話ですけど、って言ってるとこっちの人は言ってる、言ってました。なるほどね。パンですね、ほとんどパンだけど、うん、あのラグ麺って言って小麦のヌードル食べてたみたいですよ、昔から。ああ、なるほどね。じゃあとにかく行ってみるとしたら、まず北京まで飛行機で行って、そう、まあそうですね、で北京からまた飛行機で、行くのは多分簡単に行けると思うんで。でも国内の方が長そうですね。長いか、完全に飛行機乗ってるのが乗って、でまあ大体は、1日3、4便あるんですか。もっとあるんじゃないかな、多分。はいはい、はい、いや結構だから交通が行き来が盛んなわけですね。そうですね。で飛行機で行って、まあどうなんですか、5、6時間。っていうのはね、やっぱりこう産業が今その石油が出るおかげで、すごい産業発展してると思うんです。あ、はいはいはい。中国の人がいっぱいこう出稼ぎ、労働者が乗ってるわけですね。労働者もあるし、企業もいっぱいあれしてて、はい、土地の値段もすごい上がってる。なるほどね。でこれからもう漢民族がどーっと押し寄せて、うん、面白いのが、うん、同じ町に3年前に何もなかったようなとこに行って、うん、3年後に行くと、うん、ある日突然3年後に行ってボコッと町が出てできてて、あ、 いきなりすごいマンションが何のいっぱい建ってるんですよ。で中国ってそういうことするんですよね。何もなかった砂漠の村が3年後いきなりすごい八王子みたいな町になってるみたいな。あ、デパートが建ってたりとか、はいはい、そういうことありますね。なるほどね。そうですか。まあ、それはすごいなと思いましたけど、中国の、うんうんうん、やることって、うん、ああ分かりました。まあでもどうなんでしょうね、こういうところに行ってみたいって思う人って何にこうピンとこうどんなアンテナに引っかかって行ってるのかな。日本人に会いました？日本人に、ああたまに会いましたね。住んでる人もまあ何人かいるんですけど、結構その日本人の観光客多いですよ。ああ、そうですか。ええ、まあ中高年の方でしょ。そうですね、バックパッカーの若い子も一人か二人会いましたけど。日本人で？日本人で。ああ、そうですか。日本人結構好きで行くみたいなんですけど。ああそうなんだ。ええ、まあ何人ぐらいだろう。でも白人が一番多いって言ってましたけどね。でそこで例えば核実験の話とか、まあ、核実験の話はもう誰もしないですね、ウイグル人聞いても、うん、まあ彼らもしないし、そういう前情報があっていく人っていうのもあんまりいないんじゃないですかね、ジャーナリストじゃない限りは。一つは行けないんですね、核実験の関連のところに。っていうのは、はい、まあなんていうんですかね、こんだけ広いんですけど、うん、外国人が入れないとこいっぱいあるんですよ、ゲートがあって、はいはい、なんか許可証がなきゃ入れないとか、はい、でロプノールってその遺跡としてはすごい有名じゃないですか、はいはいはい、世界中で。ローランとかミーランとかっていう名前なんですけど、ローランって多分聞いたことあると思うんですけど、昔のその繁栄した都市の廃墟なんですけど、そこにやっぱりその歴史好きな人たちは行きたいんですけど、はい、そこにパーミッションがものすごく高いんですよ。なるほど。で政府が用立てた車をチャーターして、うん、政府が用立てたガイド、うんうん、ドライバー、うん、雇って大体50万ぐらいかけて、うん、近くのトルファンとかから行くんですけど、はい、それなぜかっていうと、勝手に行かれるとその周りで核実験やってたところの写真を撮られるのを嫌ってるのと、はい、監視役の人がつかなきゃいけないっていうのと、そういうのがあって見るところはあるんですけど、入れるところは核関係のところは限りなく少ないですね、うん、なるほどね、うん、でウイグルこう全体でも外国人入れないところたくさんあるし、うん、なんかね、どんなウイグルどんな格好してるか、こういう
こういう帽子ですね。あ、はい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 。コサックの人みたい。そうですね。つばがついてないさっきの帽子？つばこのくらいのつばがあるんですけど。あ、ついてるんだ。こういう帽子もあるんですよ。あ、なるほどね。いろんなタイプ、トルコ帽って言うんですけどね。はい。この人おしゃれでこの帽子かぶってるんですよ、みんな。うん。まあ寒いからでしょ。でもまあ文化も。でも帽子も好き。はい。うん。なるほどね。大体冬は女の人こうスカーフとコートとブーツっていう、はいはいはい、スカーフは別に宗教的なものではなくて、いや宗教的なものですね。スカーフは必ずみんなしてますね。もうおばあちゃんとか顔隠しますしね。あ、そうですか、うん、こういう格好ですね、うんうんうん、とかして入ってました、うんうん、なるほどね、うん、そう、まあそんな、まあ、そうですね、うん、なんか竹本さんのその格闘の話とまつながらないくなっちゃうとあれなんで、いやそんなことないですけどね。ウイグルの今話聞いてて共通してることもたくさんあるし、まあ、何より まあ、僕らって言っていいのか分かんないけど、最初にその格の問題、まあ、今日の話のテーマが別に格ってわけではないけれども、まあ、もし、うん、平和とか自然とかあのそういうことをもしテーマにするとしたら、最初にやっぱり興味を持つきっかけっていうのは必ずあると思うんだけど、僕の場合はやっぱり海が、いつも海がきっかけなので、まあ、たまたまあのマーシャル諸島に潜りに行ったのが始まり でそこから今僕はあの核廃絶の運動に少しでもあの自分の身を捧げたいなって今思ってるもんだから、うん、はい、核廃絶平和運動につながっていったところのこの興味のその段階っていうか、これはあのみんな同じように僕はちょっと思うんですよね。そうですね、そうかもしれないですね、うん、だからすごく今の話聞いてすごくみんなどの話も腑に落ちたっていうか、で写真もやっぱりさすがあのプロの人を褒めちゃ怒られちゃうかもしれないけど、僕さっきの写真の中であの男の人がお茶飲んでる写真、 あれすごい良かったな。あれ何ですか、あの喫茶店、うん、そうですね、喫茶店もたくさんありますよね。朝何時、どの辺、あれかな、こういうとこかな。いや、窓際の席でね、お茶を飲んでる人の写真があって、彼はね、どの辺だっけかな、この辺の町出身なんですよ。はい、まあこの辺の町なコルラとかこっちの方の出身なんですけど、うんうん、そのなるほどね。まあでもこの写真がずっと見てる中でビヨーンと僕なんか飛び込んできたから、イケアさんどうですかね。なんか意味深っていうかそう、結構ね意味のある写真が多いんです、うん、この時のは。いやっていうか、例えばいろいろ想像しちゃったんだけど、はい、朝仕事に行く前に必ずここに立ち寄って、あのコーヒーを飲んで一服吸って気合い入れてそれから仕事に行くんだよなんていう、まあ、そういう環境があるところは、まあ、全然経済が進んだ国だろうからこんなあの状況の中で、国がこういう状況の中でね、そんな余裕朝じっくりコーヒー飲んでなんてことは多分ありえないなと、うん、なんか、あでもまあ朝みんな普通の生活は普通の生活あるんですけどね。ああそうですか、ええ、あるんですが、すごいピリピリしてますね。なるほどね。ああ何飲んでんだろう。彼らはお茶なんですよね。中国のゴミみたいなお茶飲んでますね。ゴミ、あの値段がつかないような、ウーロン茶のうんと下のやつみたいな、プアル茶のなんか、うん、こんなワンブロック、ブロックで売ってるんですよ。それを崩して、あじゃあ甘いものではないんですね。甘いものではないですね、うん、普通のお茶を。あで彼はお酒飲まないから、うん、お茶であの串焼き の、 あの、うん、羊の串焼き食べたりするんですけど。なるほどね。いや大変ですね、うん、まあちょっとそういうことですごくこの写真が印象に残りました。であのやっぱり僕もその話聞きながら、まあ、自分が今まで関わってきたことのきっかけとかいろいろ思い返してやっぱ見たんですけどね、まあ、最初は本当にあの
核実験やらそのかあの放射能の問題とかそういうことにあの興味を最初にあってマーシャルに行くようになったりとか、まあ、他の NPO を立ち上げたりとかっていうわけではもちろんなかったんですよね。でただやっぱりおそらくあのトニーさんもそうだと思うんですけど、たまたまここ十数年の間にそういうことにね興味を持ったり動いたり行動している中でやっぱりあの福島のことが強烈にあのターニングポイントになったっていうか、あのやっぱこれは現実だっていうねあのことにちょっとなりましたね。うん、だからそうですよね、うん、どこ行ってもあの例えば辺野古にそれからですね、例えば僕あの、山口県の上関の原発の建設予定地の、ま、前の海でですね、まあ、岩井島と間の海峡ですけど、そこに1年あの通って式の水中シーンを撮ろうということで写真撮り続けて、でそれで写真展もやったりとか、あ、そうなんですね、したんです。写真家ではないんだけれども、まあ、写真が自分のスペシャリティでもあったんで、そのダイビングの中で、まあ、そういうことがあったんだけど、あのやっぱりそのそういったようなあの活動も全て福島によっていきなり自分にこうこれは実は山あの岩井島や上関で起きていることじゃなくて、それから辺野古に行ってもこれは沖縄の辺野古っていう結構遠い東京から遠いところで起きているある一つの出来事じゃなくて、あ、辺野古に行けばこれが日本だと、これが本当の日本で、私たちが生活しているこの関東や東京はこっちが夢物語でね、あれが本当の日本の姿だっていうふうにいきなりあのなんかビビッと感じるようになったんですね。そうですよね。福島行ってもそうでしょ。そうなんですよね。これもう全然あの福島僕らが使ってる大体電気はここで作っててあれだったら、いや知らなかったなってこんなことが起きて、あーこれが日本だ。だからやっぱりウイグルのこういう写真、まあ写真がもちろん素晴らしいってこともあるんだけど、あ、全然どっか遠い知らない土地で起きてるシーンとはとても思えない。今の彼の気持ちもなんとなくあの表情からなんかね、読み取れるっていうか、まあ過去には私たちの国だってそういうことで政治犯になって殺されたり拷問を受けたりね、虐殺されたりした人たくさん。そうですね、まあ、今法律でだんだんそういう風潮がちょっと強くなってきてますね。でまたね、私たちの国の首相もう顔も見たくないんで名前も忘れちゃいましたけどあの人なんかまたあの昔に戻そうとしてるっていうのがもう信じられない。ああ、ここ行きましたよ、ここ、うん、これが、いや僕もその福島だいぶショック受けて、あのウイグルでもだいぶあれだったんですけど、福島でもだいぶショック受けて、それでやっぱり自然のものとか食べ物とかやっぱりそこにやっぱりこう気が行くようになって、うん、それで農業も始めちゃったみたいなとこあるんですよね。あ、なるほどね。あ、それはすごい。いや、これやっぱこう何度も行ってて、はい、何も食べられないんですよ。何も触れないし、うん、でなってるんですよ、美味しいものが、うんうんうん、で初めて行った時桜咲いてるし、だから架空の世界なんですよね、うん、こんなになっちゃうのかっていうのがあって、うん、それでやっぱりなんかこう生きることとか食べ物とかに対する思いっていうか、なんかあの、うん、今まで想像してなかったことがどんどん入ってくるようになって、うん、それがやっぱり自分の写真にとってもちょっとターニングポイントっていうか生活にとってもですね、うん、福島の教訓みたいに今思ってるんですけど、うん、あのまああってよかったとは言わないですけど、うん、もうこんな事件が起きた以上これ教訓にして、うん、あのまあこれがあったからこそ今があるみたいな方向にしたいなと思いますけどね。なるほどね、あの、
思うっていうか、はい、そうなってほしいと思いますけど、はいはい、それでまた今原発再稼働みたいな話になってるから、うん、それはあの単純に原発反対っていうことでもないんですけど、うん、なんかこの全く教訓が生きてないというかですね、うんうんうん、未だに知り合いにたくさんいますけど未だに苦しんでるのに何もこう変わらないっていうね、うんうんうん、それをまあすごく思いますけどね。なるほどね。今の選挙のこともそうなんですけど、うんまあ、やっぱりあの実際にあの、まあ、出かけていってねあのいろいろ片付けを手伝った人とか、まあ、未だにあの支援してる人たくさんいてで現地にあのただパッと行ってねわあすげえことになっちゃったななんていうこともまあ大事かもしれないけどでも継続的に行ってる人なんかはやはりあのいかに何も変わってない何も解決してない何も復興してないとっていうことは分かってますよね。うん、だからあのまたあのまああんまり悪口になってもいけないんだけど、あの世界に向かって日本の原発はアンダーコントロールだっていうものすごいホラを吹いた人がいますよね。アンダーコントロールっていうのはあのコントロールされてるとだから大丈夫だと、それでオリンピック予備隊がためにその世界に向かって大ブラ吹いた人がいて、あの時はもう日本の科学者やっぱり良心的な特に良心的な科学者たちはもう怒りに怒ってましたね。科学者でもないのになぜそんなことが言えるのかとっていうことがあって、まあこういう写真を見ると衝撃うわーすごいなと思うんだけど、大事なことはやっぱりずっと私たちも継続的に、関心を持ってたり支援したりとか、それからやっぱ行ったりとか、それから福島を応援するために食べる、まあ、食べたりもそうかもしれないけど、でも僕の福島の友人たちの中には絶対食べるなっていう人もいるんですよ。農業やってる人の中にはね、そうでしょうね、支援のために食べてくださいって言って桃を送ってくる人もいるんだけど、同じ友人の中にはあの絶対食うなと、うん、あの支援そんな支援はいらないとっていうことをあの言ってる人もいるしね、まあ、どっちも現実だとは思うんですけど、まあでもすごいですねトニーさんのその努力っていうか食べ物に少しまたあの考えがいったっていうのは、なんででしょうかね。まあやっぱショック受けてたんだと思うんですけどね、ここ何度も行ってて、でよく、まあ、移動するじゃないですか仕事柄で、飛行機からこう見てるとすごい綺麗でもうすごい豊かな国なんですよ日本って、はい、でなんでこんな食べ物だらけの、ね、国にそんなことしてるんだろうっていう思いがあって、まあ、自分で作ろうと思ったんですけど、なるほどね、まあ、結局お金、まあ、お金なんですよね、うん、農業よりその経済発展をあの工業輸出生産業による輸出でお金儲けをしようって決めたってことなんでしょうけど、なんでこうなんていうんですかね、あのもうちょっとバランスよくできないもんかと思いますけどね。原発も輸出してますしね、まあ、これから武器輸出しようっていうことなんでしょうが、なるほどね、あのそうですね、いや食べ物だけでちょっとじゃ あのちょっと話させていただくと、そういえばあのマーシャルでは、1946年だから終戦の翌年ですよね、あの長崎と広島に原発を落とした後にその、まあ、長崎広島が一つの彼らの核兵器の、まあ、実験だったとすれば、その実験の延長で1946年にもマーシャルで核実験を始めたわけです。ちょうど1年後ですね、1946年7月ですから。でそこから始まってずっと計67回原水爆実験をマーシャルでまあやって、67回、はい、やってるんですね。そんなにやってるんですか、はい、であのこれももちろんアメリカ人に聞いてもあのマーシャルで何回やってるか知ってるなんて言ってもみんな
まあ、ブラボーは聞いたことあるけど、もしかして、4、5回ぐらいやっちゃったんじゃないかなんつってアメリカ人に、いや67回だよって、うわびっくりした、そんなにやってんのかなんて、本当に知らされてない、知らなかったですね、知らない人多いですそれね。でところが問題はその実験の内容なんですよね。ただその、爆弾を落としてその威力や破壊力を測っただけじゃなくて、もうその核によって人間がどのような被害を受けるかっていうのを、今までの動物実験、あのヤギだとか、あの牛だとか、動物実験だけでは限界が来たと、うん、次はあれだなと、人体実験、そうそうそう、あれそうそう、あれだな。これ何年ぐらいまでやってたんですか。全部でですね、1953年までですね、46年、56年、ああ9年、7年ぐらいですか。そうですね、その間に写真とかありますか。ブラボーの写真がじゃあいいかな。ちょっと見たいですね。ブラボーの写真あるかな。結構衝撃的な写真ドカーンって赤いやつ、これどうやって、あ、これをそうすると、そっか、慌てなくていいのか。慌てなくていいですゆっくり探して。あ、これを下に下ろすにはどうするの。ちょっとトニーさんやってすいません、こっちの方、うんとね、真っ赤な爆弾の写真がどっかにないかな。共同通信の写真なんですけど、それ一番下かっていうことはないのかな。あ、あった、あ、これだ、これ、こっから順番に3枚いけばなんとかなるでしょう。54年。はい。これじゃ拡大しできます？拡大できるかな？全画面。緑色の。58年までですから。15メガトン。はい。で、まあ、そう、67回も、あ、58年まで、12年ぐらい、はい、そうですね、約12年間にわたって67回の原水爆実験をやってるんだけど、まあ、その中でほとんどの人が何か聞いたことがあるのが、ビキニ環礁で行われた水爆ブラボーですね。で、この、これはまあ、広島型の原爆の約1000倍です。1000倍の威力のある、あの水爆、1000倍、あ、その15メガトンって、ものすごい、ものすごい、もう爆弾だったんです。でこれはまあ知られてますよね、ブラボーって。これあのちょっと話それるかもしれないです、マーシャル諸島で、これ地図見るといっぱいこう出てるんですけど、はい、この諸島内のいろんな島でやったってことなんですか、実験を。あのじゃあちょっと2つ前の写真戻せば、その辺がね、それはいい質問ですねこれいきましょうか。はい、まず池谷さん知ってます？はい、まず、はい、マジロ行ったでしょ。はい、マジロ行きました。はい、マジロ、マジロ鑑賞で、実はあのマーシャル諸島っていうのは、まあ、マーシャル諸島共和国ですけど、こういう干渉の島々が集まった、まあ、あの島なんですよね。だから島嶼国ですよね。あ、国なんですね。はい、島嶼国。で、ここビキニか。マジロからビキニまでは、まあ、約1000キロです。はい。で、ビキニ干渉で勃艦勃艦やったっていうのが、ほとんどの人が、イメージとしてあると思うんですよ、うん、それでビキニって言葉がやっぱりこれじゃないですか、うん、これ、うん、でこれも実はビキニ環礁から来てるんですね、うん、でこれはま、実はフランスで水着のファッションショーやった時に、あのビキニの水着が初めて出た時に、あまりにも細くて見えそうになるぐらいすごかったんで、あるその記者が、ファッション記者がそれを見て、うわこいつはすげえビキニ級だって言ったんで、あれがビキニってなった
へえ、じゃああんまり関係ないんですビキニ。全然関係ないんですね。だむしろ不謹慎っていうかそのビキニの水爆がドカーンとすごかったっていう意味で、うわこれはビキニ級だなんて言ったのがそうだったビキニの水着の始まりなんですけど、まあちょっと話戻る。ビキニ環礁っていうところで、首都から1000キロぐらい離れたところで、まあ、やりました。で、ところが実際にはあの67発の原水爆実験の中でビキニ環礁でやったのよりもエニウェトク環礁っていうこっからさらに、ここ、はい、約400キロぐらい離れたところでやってる方が数は多いです。44回。やってるんですね。でなぜビキニが有名になっちゃったかっていうと、さっきの水爆ブラボー、まあ、名前がふざけてますよね、ブラボーなんていうね、これがもう世界最大の爆弾だったわけです。で、これ15メガトンっていうのは一番大きいんですか、地上核実験で。一番大きい、はい、でその時に実は大事なことはですね、ビキニでそれをドカーンとやってやった時にですね、まあこれまではあの原水爆の実験っていうのは必ず周りの島にですね注意喚起をしたりとか、あと避難を必ずさせてたんですね。で例えばロンゲラップとかウトリックとか、この近くの島の人たちはアメリカが来てで軍艦に乗せてこうでっかい実験をやるんでちょっと避難しててくれっていうんで、まあ、クワジリンっていうアメリカの陸軍基地があるところに避難させたりしてたんです。ところがブラボーの時は一切予告しなかったんですね、うん、それでその時の風向きもあるんですけれども、このブラボーがドカーンといった時に降ってきた白い灰、これは実はサンゴ礁の砕けたものですね、白い灰っていうのは。なるほど、さっきこれにも出てたんですけど、そうこんな綺麗なものが降ってこれが白い灰になるんですね。そうなんです。だから南の島に雪が降ったわけです。でそのそんな歌ありましたね、そういえば。うん、なんかありましたね、南の島に雪が降るっていうのは。ちょっとそれとは違うんですけど、でただこの、まあ、実際にはフォールアウトって言いますけど、まあ、放射線物質が放射能を含んだものがですね降ってくることがフォールアウト、フォールアウトがロンゲラップや近くのウトリックや、まあ、実際にはマーシャル全体に及んで降ったっていうふうに言われていますけれども、隣のロンゲラップ環礁っていうところは約ビキニから200キロぐらいしか離れてない環礁なんですけれども、うん、そこでいた人たちが被爆したんですね。でこれはもう完全にまあ、被爆と言えます。はい。で、まあ、例えば白い雪がバーッと降ったものだから子供たちは喜んで、わあ雪だ雪だって体に塗ったりとか舐めたりとか、まあ、しちゃったわけですね。まあ大人もこれは何だろうなんて。それでその後大変なことになったわけです。実際には強い放射能を含んだサンゴの粉を塗ったりしたわけですから。で当時その時にはロンゲラップ環礁のロンゲラップ島っていうところにいた86名、はい、胎児4名を含む86名の人たちが、まあ、被爆をしたんですね。というか避難をさせなかったわけだから、アメリカはわざと被爆させたというふうに、まあ、言われてます、はい。でまあ公文書にももちろん残ってるんですけど、でそこで彼らは、もう実際にその雪が降って数十分後にはもうもがき苦しむわけです。痒かったり痛かったり戻しちゃったりとか、でもうその日の夜は一晩中泣き声や叫びが起きてたと。で実際にアメリカが救助に来たのが、まあ、3日後ですね。3日後軍艦で彼らを避難させるために、まあ、来たわけです。でそこからまたいろんな大変なことが起きるんですけれども、実はその次に考えなきゃいけないのは、アメリカは安全宣言をたった3年で出したんですね。ロンゲラップに戻っていいよと、もう完全に除染もしたし戻っていいよと。
でそこから約20年余り彼らはあの被爆被害に苦しむわけです。へえ。で実際に僕が聞いた被爆者の人たちと聞いた話の中でやっぱ大きいのはやっぱり食べ物でしたね。島のここでも何かで読んだ時にもうここのものは食べられないから、あのアメリカが補給したアメリカのなんか缶詰とか食べ物を食べてたっていうことをなんか書いてありましたけど、それはここの人たちはそのアメリカから持ってきたものじゃなくてここになってるものを食べてたっていうか、実はあのそこなんですよね。まず彼らが3年ぶりに島に帰ってきた時に最初に見たものはなんかヨレヨレになって飛べなくなった海鳥とか、それからヤシの木が二股や三股に分かれている姿とか、それから実際に魚を取って食べたり、要するにもう大丈夫だと、あの綺麗なクリーンアップしたと、で家も全部新しい家建ててあげたからそこに住んで新しい生活を始めなさいということで、実は結構普通にローカルフード食べていたんですね。まあ多分食べさせたと思うんです。ところがその時にアメリカの方から言われたことは、彼らの大好物のヤシガニだけは食べちゃダメと、うん、みんなあっともうヤシガニ1週間食わなかったら気が狂いそうなぐらい大好きで、まあ、重要なタンパク源でもあったんですけどダメだと。それなんでかっていうと、まあ、ヤシガニっていうのは脱皮をした殻をまた食べるんで、まあ、中に蓄積したやっぱ放射能が抜けていかないっていうことだったんです。まあ後からしたことですけど。でところがやっぱりいつものように魚を食べたりとかすることで、あのなんか口内炎みたいのができたりとか、食べるとなんかしびれるとか、まあ、そんなような実際のあの味覚の変化ももちろんあったし、食べると変になるっていうことが少しずつ起きてきたんですね。まあ、同時にアメリカから缶詰だとかそういう 変なも の, あのスパムとか、まあ、あんなものをもう供給されてたんだけれども、彼らはうすうす島のものは全部ポイズン、毒に侵されていると。まあ放射能っていう言葉はなかったんで、まあ彼らポイズンっていうんですけど、まあそんなことでね、彼らはもともと100歳まで生きた人もたくさんいたぐらい長寿だったんですね。で僕もマーシャルのローカルのフードも大好きで、ヤシの実やらパンの木やらもういろんなそのローカルフードがいろんな形で調理されてて、あのすごく僕は好きなんだけど、まあ、そういったようなことで健康でいられたのに、その実験後あのまあ、子供はやっぱり被爆した子供はもう10歳の成人まで生きた子は本当にわずかで、あとほとんどの人は甲状腺切ってますし、あの子供も甲状腺異常とか、あの発育異常とか、あとはもう異常出産流産だとかね、中には7回も流産した女性もいますけど、まあ、そういうような悲劇がマーシャルにあって今でもまあ続いてる。だからさっきのトニーさんの話を聞いて、やっぱりあの福島を見て食べ物に少し興味がこうね、興味が動いていったっていうのはすごく分かることで、やっぱり核の被害っていうのは基本的な僕らの生活や命を奪うだけじゃなくてね、基本的な生活を奪っていくっていうことでは、被害のなんかそういう健康被害の写真とかもしあれば。そうですね、例えば、ちょっと下の方かな、もしかして、ここ例えば何しますか、ここから行きましょう、はい、この前から行きましょうかね、はい、じゃあこれですね。6本、はい、あの手やあの足に6本指があるとかね、それかもちろん欠損もそうですけど、もうそういう子は少なくはないです。はい、で、あの実際にアメリカがあのその子を連れてって、もうあの切断しちゃってね、分かんないようにしちゃったりした例ももちろんあるんですけれども、あの未だに今3
だから3代目になっても6本の赤ん坊が生まれたりとかっていうことは未だにある。それから次の写真のこれいってみましょうかね。ケベ君で彼はもう完全にまあ知的障害というか、まあ、脳に重い障害があって、ほっとくと海だか入っていっちゃったりとか石食べようとしたりとか、まあ、そういうことするんで、まあ、結局家の中にこうやって縛ってね、うん、ずっと育てていて、お母さんが今ご飯をこうあげてるとかなんですけど、縛ってこれはかなりロープなんですね。そうなんですよ。でただみんなでやっぱ可愛がってて、村でね、この写真はそんなに僕は悲痛な感じを受けない、これジャーナリストの島田晃生という人が撮った写真なんですけれども、すごいね。この写真は好きなんですね。まあもちろん残念ながらこういう子たちは短命ですから、これから2年後に亡くなってるんですね。やっぱりほとんどがやっぱがん白血病で亡くなるんですけど、次の子はまたあれかな、キモ君かな、キモ君もそうですね、ずっと寝たきりですね、まあ、全然起きられないですね。知的にも障害が、そうですね、はい。で、まあ、実際に子供が背が伸びないっていうので、小さな子供はたくさんやっぱりいますね。ある意味でもウイグルも人体実験みたいなところがあって、その住んでる人に教えずに核実験やってたんですよ。である意味中国政府の人体実験っていうのがあるんですけど、まあそれでも何十キロか何百キロかは離れてて、そのがんや白血病や、まあ、先天性異常も結構多いんですけど、こんな確率では多分いないと思いますね、ウイグル、うん、まあどうでしょうね、表に出てないのかもしれない、出てないのかもしれないけど、はい、例えばこのネルジーさんっていう人は僕すごく仲がいい人なんですけどね、行くと必ず家に行ったりとかするんですけど、彼女は5歳の時に被爆してるんですね、この、ロンゲラップ島で。で髪の毛がボソッとこう抜けてしまった時の、この写真は彼女の写真、はい。で未だにこの自分の子供の時の被爆した写真を自宅に飾ってあるんですよ。で彼女は未だに運動、その反核運動とか平和運動のね先頭に立って声を出し続けているんです。というのは彼女のネルジェさんのお姉さんがですね、7回流産してるんです。でその流産っていうのももう本当に世にも恐ろしい話なんですけど、まあ、クラゲのように全然人間の形をしていない子供が生まれたりとか、全然顔がない子供が生まれたりとか、手足が全くないな子が生まれたりとか、まあ、彼らはよくクラゲのような子って言いますけど、まあ、そんなことが7回もあって、でまあがんでお姉さん亡くなってますけれども、ですから、まあ、当時被爆した彼らの中で今もう生存しているのは10名切っちゃってますから、本当に直接語り部として今こうしている人たちが年々少なくなっていってね、まあ、保障問題も含めてどんどんうやむやになっていってるんだなと。ただやっぱりウイグルとちょっと違うところは割とジャーナリストいっぱい入ってるので、まだマーシャルの方がこう発信されてるところはあるけど、実態はウイグルも変わんないんじゃないかなっていう、まあちょっと想像ですけどね。そうですね、BBC で作ったテレビ番組があるんですけど、日本は知らない理由は、まあ、いくつかあると思うんですけど、NHK がタッチしないんですね、核問題については。その中国との多分密約があったと思うんですけど、シルクロードっていう番組作った時にすごい近くまで行ってんですよ、核実験場の、はいはいはい、人気番組、はい、取材班が、取材班が、はい、で取材班の人たちも被爆したっていう、これ噂ですけどあるんですけど、うんうんうん、被爆してなんかがんかなんかになったけど、まあでも原因は分かんないですよね、はい。で
そういうこともあって密約があって NHK は絶対触れないんですよ、うん、中国の核実験の、うん、全くその報道しないし、うん、まあそれ日本政府も足並み揃えて中国の内政に干渉しないっていう風潮があって、うんうん、多分他のヨーロッパやアメリカみたいにそういうテレビ番組でその核被害のことを放送するしているところはあるからあれですけど、日本は他の国みたいにちょっと規制があって知らない部分が多いと思います、ね、うんうん、多分そのウイグルに関しては、うんうん、相手が中国なんで、うんうん、まあでもここの例えばこのマーシャル諸島の話も日本人で知ってる人僕も全然知らなかったし、日本はやっぱり規制が自己規制っていうんですかね、核に対してのなんか報道暗黙の報道規制みたいなのあるんじゃないですかね。どうでしょうね。いやまあそういうことはないと思うんですけど、ただちょっとじゃあ写真のですね、第五福竜の写真ちょっと見てみましょうかね。実はこのさっきのブラボーのところだから、第五福竜丸の話は有名ですよね。はい、先の方ですね。はい、この下かな、はい、これいきましょうかね。第五福竜丸、はい、実は日本でもこのマーシャルの核実験っていうのは非常に身近な問題で、第五福竜丸は、この水爆ブラボーの時、つまり1954年、昭和29年3月1日にさっきのロンゲラップ島のすぐ沖で操業してたわけです。はい、でそれで朝夜明けとともにブラボーがピャッと光ったのを彼らは目撃して、そしてそれからその、後にですね、彼らも白い灰を浴びてるんですね、船上で。で船のデッキはもう真っ白になったって言いますから。でそれで最初に彼らが取った行動はやっぱりなんだろうってことで、まあ、舐めてみたりとかですね、なんだこれなんて、まあ、触ってみたりしたわけですね。でところがその後にピリピリとしびれたりいろんなことが起きたもんだから、あ、これはまたピカドンだと。当時はまだ、日本が被爆してからそんなに日が経っていませんからね。54年だとちょうど、はい、まあ、10年も経ってない時ですからピカドンだと。でそれで実はその時に、久保山愛吉、通信長がですね、もしかしてアメリカの秘密実験だからこれを見たってことになると抹殺されるかもしれないと、はい、それで一切そのことに触れずに通信を、そのことに関する通信をせずですね、舵を切って、そして、焼津に着いたのが、3月14日の日ですね。だから14日間かかってるんですけど、はい、まあ、全速力でといっても7ノットですから、まあ、自転車ぐらいの速さで、しかもマグロが結構取れたんで、船も重くてですね、結局それ全部捨てられたんですけどね。帰ってきたところみんなもう火傷のようになってて、でそれから大変な騒ぎになって、そしてまあ半年後には久保山愛吉さんは、原爆症っていうね病名で、まあ、亡くなったわけですね。何人か生きてらっしゃったんですか。全員亡くなったんですか。いや、まずその半年後に亡くなったって久保山愛吉さんが最初ですけど、まあ、それから次々とやっぱりがんで亡くなったりしてて、今生存されてる方ももちろんいらっしゃいますよ。いるんですか。はい、で、で僕らと一緒に平和運動をねやってる方ももちろんいるんですけれども、実は大事なことは福竜丸がそれでも帰ってきたと。命からがら、もうみんなもう苦しい14日間ただでさえ海が荒れて、もう大変な季節、日本近海は大変な大しけが続く海を帰ってきたことと、
具合が悪いのと、やけどで痒いのと痛いので、それでもやっぱ14日かけて帰ってきたっていうことが一つと、もう一つは実はこの時に被爆した船っていうのは延べ1000隻いたんですね。で、実は焼津で有名になってますけれども、一番やっぱり被爆した船が多かったのは三崎マグロで有名な三崎港船籍の船だっていうことも今分かってるんですけど、なぜ船籍なんていう数みんな知らない、みんなびっくりするんですよね。そんなに被爆してんのと、でも実際にはそれ全部一つずつ調べてやった人がいるんです。であのそれが知られてないことの一番は、すぐアメリカが補助金でもあれでもなくて、まあお見舞い金という形でお金をまず出して、でそれをすぐ分配して、でまず黙らせたってことは一つと、それからやっぱり被爆した漁船員たちは皆やはり自分たちが被爆したってことになると、まあ例えば年頃の娘さんがいると嫁にも行けないし、あの その後大変なことになるっていうことで一斉に口を閉じちゃったんですね。で今いろんな運動が起きて、被爆した人たちがやっぱり被爆者としてにあの認められる個体保障問題で、今はだいぶ動いてはきていますけれども、ちょっと船籍っていう数に僕はちょっとびっくりしましたけど、そのマグロ漁の日本の船がそんなに ここら辺にいたってことなんですか？実はですね、あの時あのそんな遠くで日本の漁船ってマグロ取ってんだっていうのを初めて知ったって人まずいっぱいいるわけですよ。まず第五福竜丸がビキニとかっていうところであの被爆したと、それは一体どこだって地図を見たところ、こんな遠くまで行ってんだっていうことをびっくりした人はいたらしいです。でも そこからやっぱり数十年経ってから全部こうあの歩いて調べた人がまあいるんですけどね、あのやっぱり船籍って出た時は、まあ、またみんなびっくりしたというか、まあ、そのぐらい被爆してるっていう、まあ、ことなんですね。まあちょっと話がいろいろ分散したかもしれないけれども、あの実はそのことであの私たちがぜひ知ってもらいたい、もしくは忘れたくないのは、その時に原爆マグロって言ってあの要するに放射能を浴びたマグロをということで全部埋めて破棄させられたんです、日本中のマグロ漁船。それで日本中の魚屋さんの店頭にはうちは原爆マグロ売ってませんっていうのを書いて貼った。これだから食べ物の問題ですよね。でそこである主婦たちのグループが子供たちの口からやっぱり危険なものが入ってはいけないっていうね、まあ、そんなこと身近な生活の問題から始まったのが日本の実は反核運動の始まりって言われてるんですね。この福竜丸が帰ってきたからそういう運動が始まって、そして今日までやはり核廃絶平和運動っていうのは日本ではずっと被爆者を中心として頑張ってきたから、だから今年の国連7月7日に核兵器廃絶が、まあ、採択されたわけですね。圧倒的多数の賛成で、まあ、採択されたわけです。そしてノーベル平和賞で ICAN の人たちが受賞したっていうのはもちろん被爆者を中心とした日本のやっぱり平和運動なんです。だから日本はそういう意味ではものすごく頑張ってきたんですよ。だけど国連の議場には参加しなかったっていうかね、みんなびっくりですね。なぜ被爆日本で日本が参加しないんだってことにみんなびっくりしたわけです。それともう一つやはり忘れちゃいけないのは、世界で唯一の被爆国っていう言葉がありますけど、実は日本だけじゃなくて被爆した国はマーシャルにもあるわけだし、ウイグルにもあるわけだし、ソビエトにもあるわけだしね、それからアメリカの先住民の人たちだって被爆をしてるわけですから、ちょっと言葉を私たち変えなきゃいけないななんていうふうに
ちょっと思いました。確かにそうですよね、うん、でもやっぱりトニーさんがさっきおっしゃったようにやっぱり身近な自分たちの生活からあこれはいけないことだなって感じることって大事ですよね、うん、そうですね。まあその核のこともそうなんですけどほとんどが、まあ、なんで核があるかっていうのをちょっと福島の時にまあ、分からないなりにちょっといろんな本を読むとですね、はい、結局やっぱりそのなんで日本に原発がこんなに被爆国なのにあるかっていうとやっぱお金なんですね。お金ね、はい、で戦争もまあお金のためなんですけど、はい、ほとんどそのすごいまあ、まだコントロールできないその核をなんで使うかっていうと、まあ、兵器もそうですけどもちろんそうなんですけど ほとんどお金なんですよ、はいはいはい、で経済だけなんですよね、はいはいはいまあ、政治なんですけどそれをやめるのは、はい、やめるのっていうかあるのはお金だから、うん、ある理由がね、うんうんうん、それなんか他のことに、ま転化できればとは思うんですけどね、うん、で核ってまだ分からないじゃないですか。平和利用できるかもしれないし今のところできないですけどね、うん、で核がどうこうっていうよりその先にそのを気づかせ僕は気づいてるっていうかという話でもないんですけどそこに気づかないと核を根絶っていうよりその経済体系というかですねなぜ核原子力発電所がを政府の人はやりたいのかとでなぜそれがお金につながるかっていうところの、まあ、核が日本で原子力発電所が一気見できた時の話に遡るんですけどそこから考えていかないと大元のその根は立てないっていうかね、うんと思っていて、うんうん、そうするとやっぱ政治から変えていかないとっていう話なんですよね、うんうん、だから僕その核反対っていう、 こう大事ななんていうんですかねアイコンみたいなことなんですけどもうちょっとそのなぜそんなにそれをやることによってお金が入ってどこに流れるのかっていうことを追求する方が、うん、なんかよっぽどこうなんていうんですかね大事というかそれで浸透力もあるような気が うん、していて、うん、それを今な、まあ、探してるっていうかその決定的な何て言うんですかね、うん、証拠というか、うん、なんて言うんですかねまあそういうそれがないかっていうのを今その自分なりに探してますけどね。なるほどね。僕その核実験とか核原子力発電所のこともちろん反対なんですけど、うん、そこに今そのあんまり声を上げてない自分もいてですねどうしたものかっていう話なんですよね、うん、ね、まあ行き詰まっちゃうそうなんですよ。結局その核反対運動をやっても核反対運動をしてる人のグループに なってしまう部分があって今までずっと僕、うん、その福島のこともずっといろんな反核の人と一緒にやってきたんですけどね、うん、問題はやっぱりそこなんですよね、うん、核福島行ってね例えばその原子力発電所の人とかもやっぱ取材するし原子力発電所に勤めてる人なんか福島行ったらいっぱいいますしで東電が悪いかっていうと東電は悪くないですよただの発電所だからでなんで東電をこうコントロール してる人たちがのうのうとしてるのかっていうそこじゃないですか、うん、東電じゃないんですよ、うん、もちろん東電の職員でもないし、うん、でそうなると別に核が悪いんじゃないですよね、うん、核をそう使ってる人たちじゃないですか、うん、でも今その核の被害の話ばっかりしちゃうと核が悪いっていう話になるんですけど
核を持ってきてそこにもうお金に換えてる人たちが一番悪くてですね、うん、そこをなんかこうあのこれからこう追求していかなきゃっていう時に何で、まあ、そのまた再稼働する自民党がこんなに圧勝しちゃうんだっていうね、うん、そこがなんか今こうあの問題点っていうか課題なんですよね、うん、その人たちどうやってこうあの気づかせたらいいのかなっていうのはね、うん、っていう僕の中 の, あ, のあれなんですけどね、うん、なるほどね。まあやっぱりあのまあ、まあ政治っていうかまあ経済ですよね。例えば軍産複合体と言われてる、まあ、軍事に関係する企業だけ取ってもね、アメリカでは2万から3万あるって言われてますよね。だもしあの鉄砲の弾一つ作るのもやめたってことになると、たくさんの企業が潰れてたくさんの労働者があの解雇されるっていうね、まあ、そういうことは絶対起きてくるわけですよね。でだからやめられないですね。やめられないんですよね。カッパエビセンみたいな話もやめられない止まらないんですよ。そう、核への話もやめられないんですよね。もうやめられないんです。これもう資本主義社会のもうこれ行き着く先はやめられないんです。どんどんエキサイトして ルールがなくなっちゃうっていう、これですよね。これ大変なんですよ。考えるとね、頭は気が狂いそうになるくらい。例えば私たちの年金って納めてるじゃないですか。国民年金でしょ、写真家の人は。いや、僕は納めてないんですよ。あ、納めてないって、はい、まあいいや。じゃあ年金払ってるとするじゃないですか。国民年金や厚生年金で、年金基金っていう基金っていうとこはあの資金運用しなきゃいけないんで、いろんなところ投資するわけですよ。ほとんど外国ですけど、あの、投資先の1位から6位だったかな、これ全部アメリカの軍産複合体です、うん、ロッキードだとかそういうこと。それで何兆円かにこの間増やしたからもう安心ですって言ってましたね、うん、安倍さんが。だからもうね、止まらないんですよ。困っちゃいましたね。もうこれもう今日の話も止まんなくなっちゃうこれだと少しちょっとまとめましょう。いや、鳥居さんが今そう言って、まとまらなくなっちゃうんですよね、うん、でもね、いや、あの無理やりまとめることはないんだけど、まあでもちょっとまと、終わりにしなきゃいけないからあれなんだけど、どうでしょう、僕今回今回のマーシャルの旅では、まあ、自分のヨットで、まあ、マーシャルまで行って、でそしてあのマーシャル諸島の島を回ってきたわけです。まあ被爆者の人も含めてなんですけどね。で、今マーシャルでは核の被害や後遺症やね、保障問題やらいろんな問題と、もう一つの問題がすごく彼らに重くのし上がっていて、これがあの気候変動なんです。で彼らはやっぱりあのどんどん水位が上がってきて、ちょっとした嵐があるたんびにもう自分家はこんな水浸しになっちゃったんだよとか、もうヤシの木はもう枯れてるし、風は強くなったし、もう暑くてしょうがないと、日照りもすごいと、昔はこんなんじゃ全然なかったと。でも君たちはその気候ちゃんとね、気候変動って言葉は話せんですよ。クライメートチェンジ、どう思うかっていうことを先に聞いてくるんですね。でそのなんでそんなこと聞いてくるかっていうのをいろいろ考えたんだけど、やっぱりまあこちらが勝手に想像したのかもしれないけど、これはお前たちの国で大きい国の犠牲になってんだっていうふうに言われてるような気がならなくて、あのちょっと気が重くなったんだけど、でも親しいマーシャル人だから、まあそれでもやっぱり希望はありますよねって聞いたらないこの島にも国にも希望なんかないって言ったんですよ。76 の, あの人なんですけど、まあ、その島のある島の長老なんですけどね。いや僕びっくりしたんですね。まあ、彼らのようにあの南の国で明るく楽天的にそれでも生きてきている人たちがあのそんなことを言うなと思わなかったんです。希望はないと。でなんでそんなこと言うのかな。確かに彼らはあのドイツによって統治され、その後日本によって植民地化され、30年間も日本の支配下にあって、
みんな天皇陛下万歳ってやって日本語も喋らされて、でそれでやっと終戦になったかと思うと今度はアメリカがやってきて、で核実験でボカボカやって、でそれでいっぱい被害を受けて、でその後に今度気候変動だという、まあ暑くてしょうがない、水はどんどん上がってくるって、希望はないと。でそういう話を聞いて本当に僕もあの気が重くなっちゃったっていうか、でそれとそれは今トニーさんの話で、もう結局お金の問題にぶち当たって経済の問題にぶち当たったら、あまりにも問題がでかすぎてどうしたらいいか分かんないっていう人、実はそういう人にいっぱい僕会ってきたんですけどね。どうしてますそのフラストレーション。いや答えは出て、もう全員がその経済にと戦っていける全員がこう、いや冗談ですけどね、全員自給自足に一旦なっちゃえば崩壊して、今の社会のシステムが一回崩壊しちゃって、そのお金、戦争でお金儲けて、そのお金がお金を生むっていう体制を一旦変えちゃえば、あの戻ることだとは思うんですけど、まあそうはならないですよね、人間だから。ならないのは知ってるんですけど、だから自分で勝手にアナーキーストじゃないですけどね、反社会生活に入ろうと思って、出た、農業を始めたんですけど、ね、反社会でもないですけど、はい、反政治生活みたいな、もう自給自足で自分の食べ物を自分で作って、それを売ったお金で、もう第一産業の一番元のところが一番健全だと、はい、でそれも一番面白いんじゃないかっていうので、あの農業を始めたいなっていうのもあった、まあ農業を始める一ついくつか要因があるんですけど、そういうのも一つありますよね、うん、それはすごい面白くて、なるほどね、まあそういう人が3分の1くらいできちゃったらね、日本の政府にお金が入らなくて、なんかちょっといろいろ社会も変わるんじゃないかと思ってですね、仲間が増えればいいなと思いますけどね。なるほどね、いやこれは面白いですね。あのいやそういう人にずいぶん僕会いましたよ。例えば岩井島で米作ってる、棚田で米作ってるおじさんもいるし、やっぱり戦争的に米がなくなったから大変なことになっちゃったし、あの実はその平和に暮らしているようでも食べ物がなくなると殺し合いが始まるんだと、実際に戦時中に殺し合いまではいかなかったけど、そのことで争いになった、だから俺は米だけは自分で作るんだって棚田で作ってる人もいるし、あの瀬戸内海には結構若い人が移住してそういうことをやってる人少なくないですよね。ですよね。岡田和樹君ってご存知ないですか。岩井島の反対運動でずっとスラップ裁判で、あのずっと長くかかってた子がいるんですけど。ああそうですか、はいはい、スラップ訴訟ね、はいはいはい、彼、まあ、知り合いで、あそうですか、瀬戸内海つながりで、あ、はいはい、彼もすごいアナーキーですよね。自分で農業やってずっとタフな男でずっと裁判やって戦ってましたけどね、うん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 、あそうですか、岩井島で、岩井島の訴訟ですけど、住んでるのはもうちょっと違いますよね、島って言われてもうちょっと東側のところに住んでますけど、岡田和樹君って言うんですけどね、多分ね、フルネームで呼び合ってないから僕会って話もしてるかもしれない、多分ご存知だと思います、はい、と思います。いやこれでも池谷さんなんか面白い結論に達しそうですね反社会生活いやこれ、いやこれに尽きるんで、実は最終的に尽きるんで、つまりそれは自立するってことなんで、うん、一人一人の人間が、で、なぜか知らないけども自民党に入れちゃえって人は、ね、自立してないんですよ怒れちゃうなんかいやでもそう、それに本当はね選挙の前とかやりたかったあ、それであの日程を組んだんですけどまあでも今回の選挙だって得るものはたくさんあったと思いますよ、うん、まああの悔しい思いもたくさんあるんだけど、あでもちょっと勝手にまとめそうになっちゃってすいません、あすごくね、あのズバズバっときちゃうんですね、その一つ一つの言葉が反社会っていうこともないんでしょうけどね、うん、まあ言葉がどうか、第一次産業が
なんか社会ではないよね、本当はね、本当は普通だよね。本当社会ってすごいいいシステムで、うん、あのみんなが喜ぶためにあるものなんですけど、うん、まあ何十年、10年ぐらい前からアメリカ型になって、うん、その所得が多い人と真ん中が少ないみたいな社会にどんどん移行していく政策になったんでしょうね、うんうんうん、きっと。で今そのほとんどアメリカと同じようになって、その保険の問題やら何やら細かいこと言い出すときりないですけど、ほとんどアメリカになっててですね、あのじゃあもう金儲け、アメリカ人みたいに金儲けした人一番偉いんじゃないかみたいなことを思う若者が増えてほしくないんですよね。そういう風潮に、ね、風潮にならない方がなってほしくないっていうか、うん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 、なるほどね。なんか日本に、まあ、そんなナショナリズムが強いわけでもないんですけど、うん、まあもともとそんなにねいい国だったはずなのにみたいなところがあって、うんうん、まあ教育そのものがやっぱりおかしいですよ。やっぱりあの、まあ、英雄士官って僕ら言うんですけど、あの、うん、やっぱりな歴史を習う上でその英雄になる人は昔のなんか戦国時代の殿様だったりとか、うんうん、そういう、まあ、英雄士官っていうんですけど、まあ、そういう人たちがいかに、出世したかとか、うん、戦いに勝ったかとか偉くなったか、でもその下で多くの庶民が苦しんだっていうのは全く出てこないっていうか、これが日本のちょっと歴史史観みたいなとこあってね、うん、でも反社会生活っていうのは言葉としては、まあ、普段あんまり僕も使ったことないけど結構いいですね。そうですかね、うん、そうですか。っていうかね、嬉しいですけど、あの僕が実際あの自分があの自然の仕事してて、やっぱりあの海の環境を守ろうとか自然を守ろうとかっていうあのことをずっとやってきてて、そのなんかベースになってるのがあのソローっていう人なんですね、はい、でソローっていう人はもう200年前の人なんですけど、あの有名なのはソローの森の生活っていう本があるんですけど、はい、あの彼はあのある時にあの森の中で自分で小屋作って、で7年間そのちっちゃな小屋の中で湖のほぼあのほとりであの7年間森で生活したわけです。へえ、狩猟採集ですか。そうなんですよ。それだけで一切あれを立って、でところがそれは世捨て人に彼はなったわけじゃなくて、生活は完全に自分で自立したことを7年間やってる間もいろいろやっぱ社会をそこから見てたんですね。でそれで小屋を出て、そこから彼がやっぱりやったことっていうのはすごくあの面白いエキサイティングなんです。で最終的には彼は社会に服従しないことと、うん、反服従の大切さっていうことにだん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 なっていくんですね。でそうするとちょっとだけ読んだ人は、あの人は自然環境主義者なんですか、それとも社会運動家なんですかって、どっちなのってよく聞かれるんですけど、いやこれはあの分ける必要ないよと、うん、普通に人間として自然と共存した生活をしたら自然と今の社会に対して、うん、やっぱりこれはおかしいと思うのが自然の流れじゃないかっていう。その後その森から出て彼は何をして暮らしてたんですか。いやこれがね、これがもう語らせるとちょっと12時間ぐらいかかっちゃうんであれなんだけど、ソロでちょっと調べてみてください。でそこからあのそこから影響を受けた人たくさんいて、例えばレイチェル・カーソンもそうだし、それからガンジーもそうだし、マンデラさんもソロを読んでいるんですね。あ、そんな時代の人なんですか。はい、生誕、今年生誕200年。あ、そんな昔の人ですか。はい、なんですか。ソロっていうね。なんかアナーキストとかっていう言葉が生まれる前の人ですね。うん、まあなん、それ一つの言葉でくくりにくいかもしれないけれども、でもやっぱりその、まあ僕は その人のそのことが、まあベースになってるとちょっと大げさなんだけれども、あの、まあアメリカ人なんですけれどもね、まあ、当時のやっぱり産業革命からあの始まって、やっぱりあの自然が破壊されてったり、それから人間が自然と共存しなくなった時から疑問を感じて、最終的にやっぱり社会に対して不服従っていうことがどれだけ大事かっていうことと、それでやっぱり一人 あの人間の力は小さいかもしれないけど、あの声は
絶対に上げ続けることが大事なんだと。でそれであの答えを早急に求めないと。一人が反対運動したりなんだりしてやったとしても、そんな5年や6年で社会が変わることはないと、まあ、ある程度のスパンというものを考えて、50年かかっても100年かかってもいいじゃないかと。そういうことに、つまり自分のためだけでやってるわけではないんで、時間はかかるよっていうことが別にあるんでね。でこれがやっぱりすぐにでもってなると暴力になったりとかっていうね、それとまあ一時のものになったりとか、まあ、60年代の安保闘争っていうのはそういうところもちょっとあったかもしれないけれども、まあそんなようなことを、まあ、教えてくれた人なんですね。なるほど。だからいいですね、反社会生活っていうのは。それいいですね。レモン作ったり、あと何作ってるんでしたっけ。八作と、まあ、山椒も作って。とでもあの一人面白い友人じゃないんですけど、一人共和国を作ってる男はいますけどね。はいはい、一人共和国いいっすね。劇団一人みたいでいいっすね。なんだっけ彼、アーティストの彼、なんだっけ、なんだっけ、彼の本一冊読んだんだけど。一人共和国いいですね。川口、松原さん誰だっけ、あの人、あの、なんだっけ、なんで名前出てこないんだろう。うん、まあ一人共和国の人ね。アーティストなんですか。アーティストなんです。なるほどね。まあ、なんかね、結局僕はダイビング屋ですけど、トニーさんは基本は写真家じゃないですか。はい、池谷さんも基本はそうじゃないですか。で、それぞれ今日だからアーティストの人の話してね、僕結構喜んで興奮してるんですけど、アーティストが持ってる力ってすごいですよ、やっぱり。だって例えば今の話を僕が熱弁して、皆さん立ち上がりましょうとか、戦争反対しましょうとかして3時間熱弁したとして、まあ変わる人もいるかもしれない。でも写真家なり芸術家なり彫刻家なり絵描きなり、一枚の絵や写真でパッと人生変わっちゃう人っていっぱいいるでしょ。ほとんどの人が なんだこれは、なんだかよくわかんないなっていう人が多いかもしれないけど、でもそこに期待をしてるっていうかですね、まあ、それしかできることがないっていうのも一つなんですけど、まあ、それができるんだったらやりたいなっていうのがあって、その写真で表現したいなとは思ってるんですよね。その今昔と違ってボタン1個で 0. 何秒以上の速さで世界中に発信できるんで、インターネットのおかげで。それがあるんで、自分がやったことで、まあ、一人でも生き返ればね、なんかやった意味があるなと思って、自然の、まあ、木一本でもいいんですけど、はいはい、切られずに済むとかね、うんうん、例えばそういうことにまだファンタジーというか、あれを感じてるんですよね、うん、夢というか、うんうんうん、自分医者でもない僕がもしかしたら人の命を救えるかもしれないって思った途端、なんかこう結構辛いことやってるんですけど、うん、まあ、やる意味があったかなと思って、福島のこともそうですけど、今その象のこともこれからやろうとしてますけど、はいはいはい、まあ本当写真のことを褒めていただいてあれなんですけど、まあそういうのがあって写真をずっとやっていきたいなっていうのは思いますね、うん、なるほどね。でも今こうやって田中さんのやってること自体がずっとその世界中ヨットで行ったりとか、そういうことがすごい思想、それ自体が思想で、それはすごい羨ましいなと思いますね。こういうとこも行ったこともないし、でも海行って自分の足でこうそこの海に潜ってみたいなこともすごい魅力的だなと思いますね、うんうん、いや実はね、それ最近そこがね俺の味噌だなって少し思い始めてきたんですよ。つまり人は何に興味をグッと感じるか分かんないんで、
だからあちこちいろんなことを広く浅くやるっていうのはまたそれは問題も出てくるかもしれないけれども、自分の中ではぶれないものがずっとあって、いつもまあ海があの舞台なわけですよね。でそのヨットで回ったって、今まで僕の話聞いてこんな寝てた人が、あヨット俺乗ってみたかったんだよ、それ何すんの、いやそれで核の被害を受けた人の島回ってんですよって話もししたとしたら、それ何ちょっと聞かせてっつって、その人ヨット乗りに来るかもしれないし、あのちょっとね そこを最近ちょっと感じてきたっていうか、まあ、自分自身はもう好きなことをやってきて、それが必ず何かつながってるんだろうっていう、まあ、信念もあったんだけど、でもやっぱり自分の得意なことをね、まあ、得意なことを発信するっていうか、あのそのことは結構大事なのかもななんていうふうにちょっと思いました。まあ、北海道の言葉で半角祭って言うんですけど、お前何半角祭ことやってんだ、それなんでそんなことやってんだってね、お金にもなんないのにってね、そうそう、なんでそんなことや、親戚の人なんかね、お前まだ相変わらず半角祭ことやってんのかっつって言われるんだけど、でもずっとぶれないで声を上げ続けるっていうことは我々なりの表現、そうそう、うん、表現なんだなっていうふうにねちょっと思うんです。お金にならないことの方が、まあ、でも大事なことは多いですよね。うん、まあどっちも大事なんですけどね。やっぱり生活もしていかなきゃいけない。でもやっぱりいい加減の年になってきたら、あ、トニーさんっておいくつですか？僕54なんですよ。54、もう死にますね。 50なったらもうそのぐらいのことをやった方がいいですね。池谷さんもね、もうお金稼ぐのそろそろまだ。でもお金がで買えないものの方が世の中多いじゃないですか、はい、実際は。ああでもなんか何でもお金で買えると思い込ませてるっていうか、うん、世の中が、うん、そういうとこあるような気がする。なるほどね。なんか本質、本当はお金で買えないのにお金で買えるように思わせているっていうか、うんうん、そういうと多分教育とはそれにつながるかもしれない、うん、なるほどね。え、池谷さんとおいくつですか？今43です。ああもうそんな若い時に俺そこまで気がついてなかったな、多分時代はアホだったな。なるほどね。時代が気づかせてるのかもしれない。気づかす、気づく人に、うん、そんな気がする。ああなるほどね。なんかちょっとまとまらなかったけど、まとまらなくていいですかね。まとめる答えはない。最後に池谷さんのさっきのね、僕が一番気に入った写真で、僕が勝手に気に入っちゃったは悪いんだけど、それちょっともう一回見るっていうのと、ここの中にちょっとあるかどうかわかんないんだけど、はい、僕が一番自分自身気に入ってる写真あるんですよ。あ、でもここはないかもな、まあ、そのないかもしれない。ここまでか。全然ね、あの、あ、これだ、あった、よかった、これこれ、おこれ、なんてことない写真なんだけど、福島っ子で、トニーさんのもさっきの出さなくていい、もう一回。そうっす、これ福島のちょっと映像なんですよね。それが一番気に入ってるの？福島の写真ですか、うん、いや、あのウイグルでもいいんだけど、今日見せてもらった中で僕はさっきのウイグルの彼の写真がすごい。ああ、じゃあそれしましょう。印象的だったし、まあやっぱプロじゃないとあんな風に撮れないだろうからね。素材だけではない。これどうですか、池谷さん、もう一回ちょっと見てほしいんですけど、彼はもう何をね考えているのか。そんなに政治的な活動してたわけじゃないでしょ、彼は。いや全然です。その全然政治的な活動しない人たちが拷問受けるからみんな怒ってるんですよね、うん、なるほどね。何を思ってんのかななんてね、うん、と思いましたね。でやっぱり
こういうふうに写真ってやっぱり撮るんだなって、これだって難しいでしょ、普通素人じゃ撮れないでしょ。しかも普通のカメラで普通にしか 撮ってない、普通っていうかあれですけど。こういう時って連写するんですか？いや、ライカっていうカメラ使ってまして。あ、ライカで撮ったの？あ、この時はですね、あのデジタルだったんですけど、はい、デジタルのライカ使ってて、デジタルだからまあ連写って言えば連写もできるんですけど、そんなにたくさんこうあの撮らないっていうか、うん、撮れないし、うん、この人だって撮られるのもすごい嫌なところだし、うん、あのなのでまあ小さい音の小さいカメラで撮ってるんですけど、あの何枚撮ったかな、10枚は撮ってないと思いますけど、うん、でもやっぱり国、大きい国っていうのはね、必ずやっぱりあの人を抑圧したりとかね、大国主義って言って他の国に干渉したりして、被害者一人一人の顔ってなかなか見えないですよね、経済の復興ばっかりがね。そうですよね、うん、そうですよね、うん、でやっぱり僕、あ、じゃあちょっと僕のこの写真なんですけど、なんてことのないちょっと写真かもしれないんだけど、あの実はあの岩井島と上関に通ってて、足掛け3年間あの通って潜って、あの四季の写真を撮ったんですね、水中で。で最後の撮影日がなんと3月11日だったんですよ。で上関でさあ最後の撮影するぞって潜る準備をしたら、まあちょっとその当時はあの風が、西風が強くて船出せなくて撮影中止になったんですね。それでニュースが来てて、大変なことになってると。で実はそれからこれがですね、その年の夏なんですね。で、これは福島から、そうなんです、私たちがやってる NPO で、まあ、あのここに家内がいるんだけど、まあ、家内と一緒にやってる NPO なんで、まあ、子どもたちのために福島から子どもを連れてきて、あの全部バスも仕立てて迎えにも行って連れてきて、それで空気のきれいなところで遊んでもらおうっていう福島っ子っていうイベントなんですね。でこれは年に2回あの来て1週間前後関東の方であの過ごしてもらうんです。でその間にあの健康診断もやります。で近頃はやっぱりあの地元だと健康診断とか甲状腺検査とかってやること自体がまだあのそんな神経質なことをやってんのかっていうね、うん、そういう新たな問題も実は起きてて、うん、ここに来て、まあ、これ江ノ島なんですけど、こっちに来て健康診断を受けるっていう人もいるんですよ、うん、子供たちに受けさせたいと、うん、向こうだと何言われるかわからない、まあ、そういう活動をやってる時に、実は3月にこういうことがあって7月でしょ。で彼らはもう自分の周りの人が海で死んでるわけですよ、いっぱいいなくなっちゃったりとか、家族もみんな津波で誘われたりとかして、で僕らがこの江ノ島で海岸観察会、海岸生物観察会っていうのも20年以上やってるんだけど、そこに呼んだんです。でも僕としてはつい数ヶ月前に海でいっぱい人が死んで、海って怖いとこで、そんなとこで子どもたちが遊ぶかなと思ってすごい心配したんですね。で海岸観察会をやったところ、もう子どもたちは海岸の水遊びなのに水着着て、あのメガネつけてでも張り切ってもう遊んで、いや楽しかったと。でもういろんな魚も見れたし、ヤドカリもいっぱいいてよかったねっつって、もう大喜びしてくれて、最後に写した記念撮影なんですね。いや子供ってすごいなと、あの津波のあの悲劇の中でどんなに声もしただろうか、でもこんなにも楽しい思いをして笑顔いっぱいでって、ああやっぱ子供に負けちゃダメだなっていうふうに思った写真なんですよね、これ。いや、もう一回ちょっとそれはアップにしていいですか？いや、そうですか。
36ミリで撮った写真かな、これという、うん、ですね。まあとにかくトニーさんいろいろ発信し続けましょう。いや、そうですね、うん、でいっぱいレモンも俺も食べてもらってそうですねなんでこのレモン美味しいんだろうってなった時にその人がいろいろ興味持ってくれて、そんな人がこのレモン作ってんだやっぱりねっていうね、なんかなってくる。そう日本のその農政の問題でもちょっといろいろ話したいことはあったんですけど、今度はまたゆっくり、うん、そうですね、はい、瀬戸内海、はい、じゃあヨットで行きますし、じゃあどんな感じで、こんな感じでご挨拶、じゃあはい、まあやっぱり人間がね、考えることはみんなやっぱり幸福になりたいってみんな思ってるんで、自分の幸福だけじゃなくて、人々がみんなね幸せになるにはどうしたらいいのか、焦らず時間をかけて声を上げ続けて、やっぱり少しずつ世の中が変わっていけばいいなというふうに思っています。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、大変だ、こんな長くなっちゃった。いや長かった、大丈夫ですかね。